今の政治家でね、戦争の残虐性、残虐性とか戦争中に言論の統制だやれ、食べ物の統制だ、そういう苦しい思いをした政治家一人もいないわけ。戦争終わってから生まれて、そして平和の中で育った人間ばっかりだもん。戦争を美化してるわけですね。なあ、分かりっこねえじゃない。だからそういう人たちに我々残った人間がね、戦争ほど残虐性がない、あの悪い罪なことはないんだと、それを伝えていくことが我々の仕事なんです。いや、それは先生の使命だと、